身長ビヨーン医師医学博士整形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長の増した方はチャンネル登録よろしくお願いします。今日お話しさせていただくのはこちら、両親の身長から予測される最終身長の女子編ということで、男子編をね上げたばっかりですので、そちらでかなり詳しく解説したのでサクッとねやろうかなと思います。ですね、本当に皆さんですね、自粛生活お疲れ様ですということで、感染者数もですね、検査数の問題とかもいろいろあるので、どこまでね、真に受けていいかって問題もちろんあると思うんですけども、一応ね減ってきてるということで、そこは良かったなと思います。で、私もですね、全然もう髪は切れないから、もう髪はどんどん長くなっちゃって、もうもみあげがですねうざいので、もみあげだけカットして、できるだけねちょっとこうカットって自分でカットしたんですよ。で、後ろにこうね流して、少しでも、ね、ちょっと邪魔にならないようにしてみましたけど、いかがでしょうか。あとはですね、ライブ配信っていうのですね、3回ほどさせていただいたんですけど、比較的好評かなというふうに思っています。80人とか70人ぐらい同時にねこう見てくださって、コミュニケーションが取れるということで、非常にいいなというふうに思っていますので、今後も続けていきたいというふうに考えています。ただ一方でなんですけど、ちょっとですね、なんていうかおちゃらけた雰囲気が出やすいっていうのを、ライブ配信の特徴で、ちょっとね、そこら辺は、いい部分でもあるんですけど、皆さんとコミュニケーションをね、楽しく取れるといい部分でもあるんですけど、お医者さんなので、真面目に行きたいって部分もあるので、そこの兼ね合いが難しいなってところで、今後はですね、個別のいわゆるオンライン診療みたいなのをですね、もちろん無料ですよ。そういうのもね、やっていって、お父様お母様とですね、お子様の身長について、真剣に、お話しする機会って、やっぱりね、個別に取っていくっていうのもね、大事かなと思いますので、ぜひね、そういうね、企画もやっていきたいと思います。はい、それではですね、今日の、本題です。両親の身長から予測される女の子の身長の計算式の紹介、2番、計算式の持つ意味、3番、計算式を拡大解釈した場合、155、160、165、170センチのお子様のために、必要な両親の最も低い身長の紹介、必要な身長の、って感じですね。はい、ということでね、こちらの式ですね、女子の身長、両親の身長マイナス13、割る2ですと。で、この、式はね、この、動画を見てくださっている方、身長にお詳しい方が多いと思いますので、この式はね、もはや有名なんじゃないかなと思ってます。ただなんですけども、こういったですね、ターゲットヘイターターゲットレンジフォージャパニーチルドレンで2007年に、出たですね、現在の浜松医大の、尾形先生がですね、書いてくださった論文で発表された、そういうね、由緒正しいって言い方がいいかわからないですけども、ネットで生まれてきた式とかね、そういったようなね、ことではなくて、ちゃんとですね、論文として発表された式ですよというのが一つです。で、この式なんですけど、例えばなんですけど、いわゆる男性の平均身長 170.6、女性の平均身長 157.9 みたいなね、こういう数値を当てはめてみると、女性の場合ですとですね、バババババって当てはめていくと 157.75 ってことで、当たり前なんですけど、平均的なお父様と平均的なお母様から、平均的なお子様が生まれてくるっていうような式になってきます。で、逆に言うと、平均的なお父様と平均的なお母様が、彼はですね、平均的な子供が生まれるというのを大前提にして作られた式でもあります。はい。で、さらになんですけども、こちらですね、最後に、このプラスマイナス8っていうところですね、ここがついてきますよっていうところがまた一つのポイントになってきます。で、これはですね、どういうことかっていうと、さっきのですね、157.75 って数字が出たと思うんですけど、それにプラスマイナス8をするわけです。誤差を持たせるわけですね。当然なんですけど、お父さんとお母さんで、生まれてくる子供がですね、均一的にですね、全く同じ身長であればですね、本当にもう完璧に予想できちゃうわけなんですけども、実際ですね、兄弟の身長が違うのを見ていただければ分かる通りなんですけども、個人差というのが出てきます。で、その個人差はどれくらいかというのはプラスマイナス8ですよってことで、それを当てはめてみると、149.75 から 165.75 というような数字になってきます。で、男子編でも、説明した通りなんですけども、例えばなんですけど、今ね、こう平均的な身長、お父さんとお母さんです、当てはめた場合に、出てくる最終的にはですね、149、150ぐらいから160後半というような数字ですけども、これはどういうことを意味しているかというと、ざっくりなんですけど、いわゆるですね、日本人の女性の、平均身長
の、まあ、典型例みたいなところになってくると思うんですけど、まあ、そこに、そこら辺がですね、こういうふうに現れてくるわけなんですけど、まあ、それはどういうことかというと、まあ、平均的なお父様と平均的なお母様からですね、平均的な子供が生まれて、さらにですね、その子供は、高くなっても低くなっても、いわゆる日本人の平均の範疇に収まるでしょうっていうような、そういったような式になっていきます。で、その、いわゆる当たり前が当たり前のように表現されているという式が、素晴らしい点だというふうにご理解ください。まあ、いわゆるですね、まあ、皆さんですね、まあ、占い的な式を求めるわけですね。手相を見て、こうね、あなたはですね、24歳に結婚しますみたいな。そういうふうにビタッと言われると、まあ、気持ちいいんですけど、現実ではですね、そういうふうにビタッと、生物学的、まあ、学問的、医学的にはですね、そういうふうにビタッ、ビシッとですね、言うわけにはいかなくて、やっぱこういうふうに、ある程度ですね、幅を持たせて、発表せざるを得ないというのが現実だと思います。はい、まあね、今ほどもね、同じように説明しちゃったんですけど、計算式の持つ意味をですね、もうちょっと説明していきます。ということで、こちらですね、よいしょ。父親の身長足す母親の身長マイナス13割る2ってことで、ここの、13ですね、この13っていう数字は、いわゆる平均的な男女の身長差ですよってところが、まあ一つのポイントになってきます。で、男性の場合はプラス13、で女性の方はマイナス13ってことで、まあ、当たり前なんですけど、まあ、男の人はですね、あのだと、プラスしますし、女の人だとマイナスして計算していくというような形で、これ論文書ですね、データをこうね、バーンと引っ張ってくると、2000年から2005年のデータで、左の 170.8 とか、この 170. 何て言ったら、これがですね、男性の身長で、5.8 はこれ SD ですね、1SD のところですね。まあ、そこの中にいっぱい人が収まりますよってやつですね。で、次が 157.8 とか、158とかで、これがいわゆる女性の平均身長ということで、その差が赤枠でくくった上で 12.7 が 12.9 センチということになっています。で、これはですね、まあそうすると、まあ 12.7 とか 12.8 という数字がいいんじゃないかっていうね、最後のプラス、マイナス13センチじゃなくて、マイナス 12.7 とか、マイナス 12.8 の方が正しいんじゃないかっていうね、意見も当然出てくると思うんですけれども、まあ一つですね、まあ発表するにあたって、まあ区切りのいい数字である方が、まあ、あとは利便性が高いっていうところもね、あるっていうところ。あとはですね、まあ 17.5 歳のこの身長のデータになってくるので、そこからですね、男性は少し伸びるでしょう、女性はそんなに伸びないでしょうということで、まあ、この差はですね、まあ少しばかりですけども広がるというふうに推定されたために、13という数字が採用されております。ということで、まあ何度もお伝えしている通りなんですけど、この式は日本人の平均をベースにですね、まず作成されている部分がありますので、つまりなんですけども、まあ、この式は当然なんですけど、いわゆる平均的な組み合わせ、例えばお父さんとお母様の身長が平均に近ければ近いほど、そのですね、お子様の身長を当てるのにですね、よく該当していて、逆に言うと平均から大きく外れた、いわゆる超高身長のお父さんとお母様、もしくはですね、逆に、平均はですね、ちょっと低いですね、お父様とお母様の場合は、この式がですね、なかなか、適用が難しくなってくるというのを言えると思います。次ですね、両親 A、 例えばお父さん180センチ、お母さん140センチ、両親 B、 お父さん165センチ、母親155センチということで、とこういうふうに両親 A と B がね、そういうふうにこういうふうに、まあ、2組存在する、まあ、いわゆるデコボコカップルと、まあ、似たような身長のカップルってことですけども、両方ともですね、まあ、先ほどの式に当てはめてみると、女性の場合ですね、153.5センチ、プラスマイナス8センチというふうな予想になってくるんですけど、まあ、当然なんですけど、両親 A の方がですね、まあ、そのお嬢様はですね、より一層ですね、高身長になる可能性もあれば、低身長になる可能性もあると。一方で両親 B の方というのは、無難にですね、153.5 という数字に、まあ、収束しやすいという言い方が、まあ、正しいと思います。じゃあ最後ですね、まあ、計算式を拡大解釈した場合、155、160、165、170センチのお子様のため、まあ、いわゆるお嬢様のために必要な両親の最も低い身長を紹介させていただきます。まあね、まあ、ゲームみたいなもんなんですけども、ね、先ほど、お見せした通りなんですけども、まあ、例えばお父様が 170.6 センチ、お母様が 157.9 センチの場合は、157.75 という数字が出てきて、それにですね、プラスマイナス8センチをするわけですから、まあ、最大165.75 ということで、まあ、計算上なんですけども、平均的にお父様とお母様が 165.75 ぐらいまた狙えるかもねってことが、まあね、ちょっと拡大解釈になっちゃうんですけど、まあ、いわゆる、まあ、偉い先生とかね、聞くとね、そんなわけないっつって、それはもう全く分かってないっつって怒られちゃうんだけど、まあね、まあ、面白く言うときはそういうふうな言い方もできると。170.6 と 157.9 からはお嬢様の身長、165.75 になり得ると。
ということで、まあね、同じような形で、まあ、理論上ですけども、お嬢様ですね、155、160、165、170になれる可能性のある両親の身長をですね、計算していきましょう。まあ、計算していきましたと。まあ、計算していきましたと。じゃんってことで。両親の合計身長が307センチあれば、子供は155センチを超える可能性があります。両親の合計身長が317あれば、子供は160センチを超える可能性があります。両親の、合計身長が327あれば165、337あれば170を超える可能性があるというふうに言われています。はい、ということでね、まあ、今回はですね、まあ、かなりね、ざっくり、サクッとね、説明したかなと思うんですけど、いかがだったでしょうか。ですね、まあ、あとはね、最近ね、まあ、概要欄のところに、ね、散々書いてますけども、求人の方、を開始しております。私は現在ですね、2020年8月にですね、まあ、神田駅から徒歩1分の立地ですね、新しく整形外科のクリニックをですね、まあ、開業予定としておりますのでですね、私はですね、働いてもいいよというね、方がもしいらっしゃいましたら、ね、ぜひね、ご応募のほどお待ちしております。それではですね、今後とも身長に関することを配信していきたいと思います。今後ともね、身長伸ばした方はチャンネル登録よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバイ。身長を伸ばすなら身長先生、身長美容、チャンネル登録お願いいたします。